ホーリーライトニングブックス。はい、今日はですね、皆さんブックスというモンスターご存知ですか？ご存知の方もね、多いと思うんですけれども、遊戯王ゼアルではね、愛し愛され、誰からもネタにされた最強モンスター、ホーリーライトニングブックス、こちらをね、今日はね、活躍させていくべきとなっております。ディオルベさんのモンスターの一体でございまして、効果、一ターンに一度手札の魔法カード1枚を墓地に送って発動できる。手札からホーリーライトニングと名の付いたモンスター一体を特殊召喚する。あまりにも弱い、あまりにも弱いあまりにも弱い、このホーリーライトニングブックスっていうモンスターなんですけど、あのね、ゼアルの、ね、中ではね、ネタにされてましてですね、これなんでかっていうと、そのドレベさんっていうキャラクターが、あのホーリーライトニングブックス召喚するんですけど、あのね、すごいね、溜めて、ホーリーライトニングって言ったとめっちゃ溜めて、めちゃくちゃ発音よくバックスって言うんですよ。これがなんかその当時のね、あのニコニコ民とかからなんかバカにされて、まあ、ネタにされて愛されてきたキャラクターっていうか、まあカードなんですよね。だから今日はこのブックスを全力で活躍させるっていうデッキを組んできました。何かっていうと、ホーリーライトニング、純正ホーリーライトニングです。ホーリーライトニングって、まあ、いくつか種類はいるんですよ、実はいるんですよ。でこんだけいるんで、こいつらを活躍させていくために、もう防薬弾を抜きにしまして、もう高校ワンキル特化みたいなデッキにしました。で、アバヨを採用して、セプタースローネからのバルハラっていうね、ギミック、これ結構強くてですね、これ何かっていうと、セプター召喚してで、スローネ持ってきて、でアバヨしてセプターを戻してからバルハラを発動して、バルハラの効果でセプターを出すと、セプタースローネ開始できるんですよ。なんでこれが強いっていうのと、あとセプストラが揃っている、バルハラがあってセプストラが揃っている場合は、今の、初動を使うとバルハラからセプタースローネできるんで、召喚権を使わずにセプストラができるんですよ。ってことは、そうなんですよ、通常召喚権をブックスに咲くことができるんですよ。これ素晴らしい。そしてスローネが手札にある場合は、なんとセプターの、効果でブックスをサーチすることができるんですよ。これ素晴らしいですよね。これね、相手もビビるぞ。セプター召喚つって、セプター効果ってスローネ持ってくるんでしょ、持ってる相手がブックスをサーチしてきたら、ブックスになるでしょ。これはね、これを見たい。これ相手の顔が見れないのか、残念、デュエルリンクスは。早速ですね、セプスロブックスやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ドルベさん、見てますか、これがあなたに捧げる最強デッキです。ホーリーライトニングブックスあーグレード、あー、そういうデッキね、オッケー、そういうデッキオッケー、了承、ディーバオッケー。さあ、ランク4エクシーズ来るぞ。セプターがあれば、スパシャも問題はね、セプターさえあればな。さあどうする、上白龍がスパイダーシャーク、まあ不正はとりあえず挨拶すれば飛ばせるからあんま問題なくて、ヘカテレスで魔法カード持ってくるからブックスの効果は使えると。ブックススローにはできますね、これ。ブックスロあんま聞いたことないけどな、ブックスロできます。今ブックスローできる。あ、クセラシはありがてえ。ブックスきすぎ、お前きすぎだろ。でも、いや、ワンチャンあるか、展開はできる。え、これワンチャン、これ、まだバルから、発動して、これで、ね、だから、あれか、ブックス特殊召喚して、で、スローネでワンドローして、これがセプターだった場合、神ゲー起きるか。これマジでセプター頼む、セプター頼む、マジでセプター、ちょ、ほんまにセプター頼む、セプター頼む、セプテ、神ゲーだ、神ゲーだ来た、セプテ、セプター効果。そしてこれブックスじゃん、これブックスでは、これブックスでいいでしょ、ブックスかの、ブックスでしょ、これ、これブックス、ブックスでしょ、これね。3体のモンスターレベル、俺のバニアレベル4のモンスターが3体、これはブックス、セプテ、スローネでオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、テラナイト、デルターテロス、そしてセプターの効果発動、相手のフィールドのカードを一枚破壊し、そしてワンドローする、そしてスパイダーシャークの効果破壊された場合、墓地から水属性モンスター一体を特殊召喚することができる。
そう、そしてデルタテロスの効果、オーバーレイニットを1つ使い、相手のフィールドのカードを1枚破壊することができる。そして俺は召喚剣を使っていない。ホーリーライトニングブックス、ブックスの効果、魔法カードを捨てて、ホーリーライトニングブックスバトルブックスブックスブックスホーリーライトニングブックス。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエル3倍青岩もね、おそらくね1月の、半ばくらいにはねストラクチャーが来て、バカほど強くなると思うんで、オルタナティブ配布されるしっていうことでね、最強デッキになり下がるんじゃないでしょうか。オルタナティブはさすがに1枚しか配布されないんかね、プレゼントにありましたけど、まあそんなことはいいか。おっ弱えな、おい雑魚ハンド、あーでもこれこれは、まあ、でもバルハラからいくしかないか。バルハラしてウィングスいんのか、セプターウィングス、まあでもとりあえず召喚剣は余らせるしかないな。バルハラ、こうか、まあでもセプターするしかないか。いやこれブックスやろ、ホーリーアイドニングブックスでウィングス召喚、これで一応、まあ、召喚剣使っちゃったけど、まあ召喚剣使わないで展開するっていう手段がちょっと使ったので、セプター特殊からワンドローを入れていく、スローをね、はい、でですね、こうですね、で、レベル4のモンスター3体でオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚現れろ、捨てらないとデルタテロス、そしてデルタテロスのモンスター効果を発動、てめえを破壊してワンドロー、あ、オッケー、ねえスローに押せんだよお前くんの、マジで押せなあくんの。バトルフェイス入るしかないか、バトルしてぶん殴って、いやーこれ俺死にますかねこれ、私なんかハンドめっちゃガンギマッツなんで、なんかすげえ死にそうな気配するんですけど、すげえ死にそうな、進化しないか、オルタナか、オッケー、オルタナだったら死なないか、オルタナだったら死なないかもしんない、わかんないけど、セットは罠ないんすか、ドローンするカードもないんすか、罠ないんすか、罠あるんすか、なるほど、そういうやつですね。じゃあ罠は清掃で抑えれるから、これは勝ちでは、でも勝ちでもないか、別に今スローでしかいないしな。なるほど、ちょブックス来ねえかな、ブックス来ねえかな、セプター来た、セプターっすか、でもさこれセプスロして、これ分かったわ、これアバヨでセプスロやん、これ来た、神ゲーだったわ、まあ、とりあえずデルタテロスの効果で、あれ多分どうでもいいトラップなんで、とりあえずこうするじゃないですか、でどうしますか、なんか発動します、さあどうするかな、さあどうしますかね、あのクセカードはまあ清掃あるんでどこでも止めれるんですよね、あインガ切断、なるほどインガ切断、なんならありがとうだもん、それありがとう、それなんならありがとう、はい、でOK 太鼓ね、でバルハラ効果、そしてセプターを特殊召喚し、セプターの効果でサーチするのは皆さん分かってますか、このモンスターセプターで皆さんいつもスローでサーチしてきてるでしょ、違うんですよこれ、今スローネスローネがあるっしょ、つまりサーチするモンスターはそう、ホーリーライドニングブックスホーリーライドニングブックスつえブックス出させろよ。さあお相手の方、万丈目純、お邪魔たちの故郷、やべえなおい、新年早々やべえ気使ってんじゃねえか、さあどうする、さあレスキューラビット、いやレスキューラビットはやばい、あれれこれどっかで見たことあるで飛んでくんじゃねえかこれ、おい、いや融合やめて、融合は融合ですね、なるほど、一旦融合するってことね、一旦融合していただいて、はい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 、なるほど、一
体融合していただいて、でお邪魔ナイトを特殊召喚していくといったところですね。はい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 、なるほど。でお邪魔ナイトの効果で、まあ魔法トラップゾーンが埋められる。もうきつい。さあもうブックスセプスロできない、もうセプスロブックスできない。もうこれ積んでない、俺これ積んでる気がするんだけど、これ積んでる気がするわ。あどうしてだよ、どうしてだよ。